行ってきます。気をつけてね。バイバイ。いってらっしゃい。気をつけてね、車に。うん。行ってきます。いってらっしゃい。ただいま。おかえり。涼しいね、部屋。そう、午後からちょっと暑さに耐えきれなくなってクーラー入れちゃった。はい、じゃあ手洗ってきましたね。うがいしてきました。手洗いちゃんとしてきました。どうだった学校？学校めっちゃ楽しかった。クラスで何人だっけ？11人。そう、一番少ないんだよね、コース的に。まあ、3つに分かれてて、はい、最後の、ね、日だからね。そうですね。めっちゃ汗かいてるけど今日暑いね。そう、汗かいてる。うん、暑いですね。でも涼しいでしょ、家は。いや、涼しい。ずっとマスクしてたからさ。そうだよね、なんかマスク熱射病みたいなの、あ、マスク熱中症か、うん、流行ってるみたいな、気をつけないとね、それもね。それでどうだった？リミと同じ？リミと同じですね、はい、たっぷりと。でも答え載ってたり、うん、進め方が書いてあったりするんですよね。あー、すごいね。もうでもさ、5年生にもなるとさ、お家の人ととかはあんまないでしょ？ないです。3年生はさ、お家の人に見てもらいましょうとか結構書いてあるわけ、やっぱり。そうの。だってさ、家で体育とかやるんだよ。家で体育？リミ、家で体育とか書いてある。へぇ、これ、委員会のアンケート。あ、委員会決めんだよね、5年生から委員会だもんね。委員会が載ってる紙が後ろの方にあった気がするんだよね。じゃあそれちょっとね、じっくり読んで。そうですね、じっくり読んで決めないと。決めないとね。はい。今日はリミちゃんが言ってた通り、机はみんなバラバラでしたか？そうなんですよ、なんか、うん、黒板に席が書いてあって、うん、名前が書いてあるんですよ、うん、で、私ぴったり同じ席で。あ、そうなんだ。自分の席で。あ、そうなんだ。で、筆箱をね、忘れてきたので。 あった？で、ありました。あ、よかったよかった。なので、自分の席じゃなかったら確認できなかったんで。そうだね、よかったですね、自分の席が当たって、あ、じゃあ、しーちゃんの時はもう黒板に名前が書いてあって座る席が決まってたってこと？そうなん、決まってて、黒板も見て、探してくださいって言われた。なるほど、じゃあ結構前、後ろ、左、正解、全員いない。正解、全員いない。そっか、そうだよね。前いない、後ろいない、隣いない、うん、みんな隔離席みたいなの。そうなんですよ。ポツンポツンポツン、10人が全部バラバラに座るみたいな。そう、こんな感じで。あー、そうだよね。全然、うん、はい。で、宿題渡されて、説明があって、トイレの使い方と、うん、蛇口の使い方で、うん、これも1個開けてとか。あ、そういうのもちゃんと説明しないとうちら分かんないんで。そっか、そっから入りました。あ、じゃあもう蛇口も、1個開けて使ってくださいとか。ちゃんとバッテン書いたんで。トイレも1個開けんの？そう。あー、なるほど。そこから説明に入って。そういう説明なのか。その後にノートの説明がありますね。なるほど。これは何々ノートですみたいな感じの説明があって、そこからプリントのあれにされました。なるほど。で、山盛り来ましたね。山盛り来て、はい、まあ、これはね、まあ、この中にもあるんですよ。ほら、あ、そうね、その辺はちょっともう学校のお手紙なんで後でママが受け取ります。どうでしたか、久しぶりさんの。まあ10人しかいなかったみたいですよ、クラスメイトは。めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった、久しぶりに会えて。うん、めっちゃ楽しかった。喋らなくても本当に顔見ただけでも嬉しい感じ。嬉しいし、うん、笑えるんで。まあね、めっちゃ笑いました。めっちゃ笑った、うん、そうなんだ、よかったね、よかった。先生どうだった？先生よかった、よかった。そう、先生がね、新しく来た先生だから、うん、わかんないよね、どんな先生が。翔ちゃんのクラスはね、うん、あの先生多分今ね、うん、先生の名前覚えて、うん、コース今覚えかけな気がする。あー、先生か、先生が。あー、そうだね。で、今日私に聞いてきたのね、うん、こっちがオレンジコースだっけ。オレンジないよね。ないんですよ。まあ、こういう話はまあ細かいことなんで、あの動画では言わないですけど、はい、うん、はい、はい、オレンジはないですね。ないですね。面白い先生だね。だから冗談じゃなくてでしょ、真剣にでしょ。真剣に。あ、説明したの。オレンジないけどみたいな。こっちがでこっちがですよって。なるほどね。だから、うん、頑張って1年かけて覚えてほしいですね。そうですね。で、しおちゃんも集団下校？集団下校です。やっぱ2メートル離れんの？私のクラス4人しかいないんで。あ、そっかそっか。クラスごとだったの？そうですね、クラスごと。学年じゃないんだ。クラスごとでした。で、2メートル離れろって？うん。で、離れたの？うん。あ、その顔はなんかちょっと縮まっちゃったって感じ顔してるね。うん、みたいな。
でわかるの？だって先生ついてこないですよ、5年生。来るよ。来るんだ、一応。うん、でも注意はされなかった。もうちょっとそこ開けてとか。うん、一緒に喋ってたもん。そうなるよね。でもね、建前は一応2メートルは離れて歩いてねってことなんでしょ。うん、学校では2メートル離れてたんだけど、うん、揉んでた途端縮まっちゃった。いや、しょうがないよね。子供にそんなね、2メートル開けて入りなさいなんて絶対不可能だからね。しょうがないな、それはね。でもみんなちゃんとマスクしてるんでしょ。うん、マスクもらったし、ーちゃんももらいました。学校から布マスク、国からの支給らしいのでね。はい、はい、ありがたいですね。布なので洗って使えるっていう。あと見てください、図工で使うね、紙をもらってきました。うん、あ、家で図工絵も描かなきゃいけないのね。そうですね。折っていいって言われたんだけど、折るの好きじゃないんで私、丸めてきて。わー、翔ちゃんの一番嫌いな図工じゃん。それでね、このゴムがね、久しぶりにね、大活躍。あー、よかったね。じゃあ家で図工も描くんかい。絵を描かなきゃいけないのね。そう。うわー、大変だ。うわー、最悪っていう。ね、2回あるから2枚なんだって。うん、最悪だね。はい、まあでも頑張るしかありません。本当はだってね、学校でやることを家でやらなきゃいけないんだから。先生言ってたの。なんて、あの、うん、全部やるんですかって質問が、うん、昨日あったみたいで、うん、全部は別に大変だよねって言われて、うん、算数だけは絶対にやってきてください。おお、優しい。それで、うん、あの動画があるんだって、うん、で動画を見て、うん、答えをやってみて、あの答えをそっか求めたりしてくださいって。それもできないなら教科書写してください、それもできないなら教科書だけ読んできてくださいって言ってた。あ、教科書読むだけでいいんだって。そっか、最低で教科書を読むと、それをその一歩上が教科書を写す、写す、うん、でそれができる人はさらにあのネットで、ネットであの授業を、そう、他の人が教えてくれてる授業を見て勉強してくださいと。それができるのなら、うん、あの理科とか社会とかを増やして、あ、他の教科も、いや、とりあえず算数だけは、算数だけは絶対絶対難しいもんね。私やってたんだよ実は。そっか、じゃあしおちゃんはもう少しは分かってるから。分かってるから、うん、まあどこまでやるかはね、まあママも言わないけど、自分がね困らない範囲で進めて。はい、ね、もう5年生だから、しおちゃんは、うん、しおちゃん5年生だから自分でね考えてやれるはずだからね。りみちゃんはまだちょっと、まだ3年生で、もともとやる気もないから、うん、ちょっとママがね見てないとダメだと思うんですけど、こうもうね、ひほちゃん高学年の仲間入りなので、うん、5年生でね、はい、はい、ちょっと頑張らないとね自分で。はい、はい、それであの学習してきたノートをね出す時があって、うんうん、私2冊出したんですよ、うん、みんな 3,4 冊出してて、すごい。あ、でも教科書出してる人いたんでしょ、うん、教科書の何ページかはでも書き込みしたんだろうね、うん、だからそれも入れて 3,4 冊で、私も教科書出せばよかったって思いました。なるほどね。私算数の教科書書き込んでたんですよ。あ、そっかそっか、出せばよかった。まあでもやらないよりかはね、まあ、ノート、うん、そうですね、うん、はい、はい、ということで、はい、以上です。はい、お疲れ様でございました。それからプロフィールと委員会決めたいと思います、うん、そうだね。また1週間後学校です。はい、同じ時間だね。はい、はい、またお家でね生活頑張りましょう。はい、はい、バイバーイ。